こちらのタッチ&ペイのサービスの方ですね、ご紹介させていただきます。でタッチ&ペイっていうサービスなんですけども、一口で言うと指をお財布代わりにしましょうっていうサービスになります。でじゃあ指をお財布代わりにするってどういうことかと申しますと、こういった指を登録するための端末が用意されてまして、でここで一旦指の方をですね登録しますと、この指に例えばポイント、地域で使えるポイントをつけていただくとか、もしくは地域で使えるクーポン券っていうのをこう指に登録して、地域で使えるっていう、そういった形のお財布代わりになるようなサービスがこのタッチ&ペイのサービスになってます。で今ですね、こちら経済産業省様の実証事業の一環としてやらせていただいてまして、最初はですねこの指を登録して、先ほど申し上げたチケットを使うとかクーポンを使うとかっていうのがスタートだったんですけど、今はですねこの指にクレジットカードを紐付けることによって、こう現地で指輪をかざすだけでもうカードでお買い物ができると、そういったようなことを目指してます。でさらにはですね、その指をお財布をさらに拡張して、例えば、宿泊とかホテルに行った時に指と予約情報を紐付けておくことで指だけでチェックインができる。でさらにあと荷物を預けたい時も指だけで登録することで荷物を預けたり、もしくは送ってほしい場所に配送したり、そういった形でこの指のサービスというのを徐々に広げさせていただいてます。でこちらのサービスなんですけども、開始当初はですね神奈川県の湯河原温泉と、三重県の湯の山温泉の2カ所で始めたんですけども、今ちょっとこちらにあります通り、北は仙台ですね。で南の方はもう奄美大島まで日本全国に広がっていくようなサービスとなってます。で登録自体もスマホで事前に登録しておけば、もう現地では指をちょっとかざして登録するだけで済みますので、簡単に登録して、いろんなところで使えるっていうようなサービスになってます。はい。でこちらなんですけども、今その指で使ったデータっていうので、例えばちょっとイメージつきやすいように具体例申し上げますと、例えば海の家とかあると思うんですけど、皆さん水着で泳いで戻ってきた後にビールが飲みたいとか飲み物飲みたいとか、わざわざお財布をロッカーから取り行ったりとかめんどくさいんですけど、この指の決済を使うと、水着のまま来てそのままこうピッて登録してそのままビールを飲むみたいな、そういった利便性もありますので、先ほど申し上げたように徐々にですね日本全体にも今広がっているのかなというふうには思ってます。で今ここでこう登録して使っていただいたデータなんですけども、消費のデータとしてですね統計情報にさせていただいていて、その統計情報をちょっと隣の方にあります観光予報プラットフォームっていう、もともと宿泊の情報をですね統計情報として提供するサービスがあるんですけども、今後はその宿泊だけでなくて、先ほど申し上げた消費であるとか、構造であるとか、そういったデータを蓄積して皆様に使いやすいように使っていただこうというような、そういった構想でこの事業のを進めさせていただいてます。はい、だいたいこんな感じになりますので、はい、ぜひ使ってみてください。ありがとうございました。